問題。この式を満たす正の整数 A、B、C の組を全部求めろ。唐突すぎない？わかってるだろうが、びっくりマークは解乗を表す。わかってるよ。パソコン使っていい？どうぞ。じゃあ Python で小さい範囲を適当に全探索しちゃおう。はい、A が3、B が3、C が4だね。A、B、C が100以下の場合しか調べてないな。この範囲に一つしかないなら、多分これだけでしょ。証明は？とりあえず、一般性を失うことなく A が B 以下であると仮定する。A と B を入れ替えても同じ式だからね。さて、まず小さすぎるケースを除外する。A が1の時は明らかにダメだね。A が2の時も見てみる。今度は何かあるかも。いや、2つの階乗がぴったりに離れることはないね。というわけで A は3以上だぜ。次に、C と残り2つの代償関係を考える。A は3以上だから、A の階乗は6以上だね。ってことは、B の階乗も6以上だから、C の階乗は B の階乗より大きい。というわけで C は B より大きく、その結果 A よりも大きい。さて、両辺を A の階乗で割り、以後この式を考える。次の目標は、実は A イコール B であると示すこと。そうなの？統合が成り立たず、A が B より小さいと仮定してみる。この時、C はその B よりも大きいので、C は A たす2以上になる。そうだね。それを踏まえてこの式を見る。左辺は偶数か？奇数か？ B は3以上だから、偶数。これは？C は A たす2以上だから、これって最低でも C と C-1 は掛け算されてて、このどっちかは偶数だから、偶数だね。ってことはこれは奇数か。ってことは、B は？もし B が A たす2以上だと、これも偶数になっちゃうから、消去法で B は A たす1にしかなれないね。じゃあ、この式に B イコール A たす1を代入してみる。左辺は A たす1の倍数だな。これもだね、C は A たす1以上だから。ってことは1が A たす1の倍数ってことになるけど、A は3以上だからありえない。というわけで仮定は誤りで、A イコール B だぜ。以後、B に A を代入した式を考える。もう解けそう。さて、左辺は3の倍数だな。3？ まあそうだね。ってことはこれは3の倍数じゃなくて、もし C が A たす3以上だと、掛け算の中の C と C-1 と C-2 のどれかが3の倍数になっちゃう。ってことは C は A たす2以下か。もう C は A たす1か A たす2しかないので、両方試そう。C が A たす1だったら、こうなって、A の階乗は A の倍数だから、3も A の倍数じゃなきゃダメ。A は3以上だから3しかなくて、A に3を入れてみると OK。これがさっき出力された解だな。C が A たす2の時はどうだ？さっきよりは重いけど、同じようなのが出てきて、今度は4が A の倍数じゃなきゃダメで、A は4にするしかないけど、入れてみると合わない。というわけでさっきのが唯一の解だぜ。確定示された。ご視聴ありがとうございました。